ふぅ。やだな。本当に嫌だからね、いつも。いつもいつも本当に嫌な気持ちになりながらやってるからね。うん。うわぁ、もう感動する。毎回言ってる、これ。どうやって見んだこれ。あっ !10 月23、ハッピーバースデー。足おっせ。今回はなんか、警備員のお話？子供いるのか？子持ちなのか、これ。子持ちだよな。そういう趣味の警備員さんみたいな感じではない。おー、さすがにお父さんか。うまい。わあ、手が。指が怖い。あー、ダメだ。もうホラゲーモード入ってるわ、俺。もう来てるわ。なんか怖いもん、指がもう、なんか。まとわりついてる感じが怖いわ。あ、娘の誕生日なんだ。だから？さ、今日は夜娘の誕生日だし、仕事早めに帰ってこようかな。その前に、お小水、お小水。あらー。1L、いや、2L か、一応、和室。いや、で、いい家、あ。お母さん？ギルン。ギルン。来ないか。グリーン。あ、着替えて、仕事行ってくるからねーって。あ、じゃあ娘もいんのか、一応これ。仕事行ってくるからね。んちゅ。嫌われる？これ。嫌われるか。7歳はちょっと思春期か。さすがに。7歳の娘にパパからんちゅうはちょっとやばいか。警備員35歳。35-7 は28？聞くぜ。聞いたぜ、この野郎。考えるな。そんなの、今のご時世いっぱいいる。考えるな。ある意味ホラーだよね、これがね。チース。タイムカード切って。警備員だからここでいいのかな？え、通勤にどんだけ時間か。いや、それとも、奥さんと子供が、こんな時間まで寝ている可能性が。あ、違うわ。夜か、これ。夜だ。夜間警備って言ってるやろかい。夜勤なんだよ。部屋の奥の火災報知器を点検し、施錠する。トイレの明かりを消す。人がいる場合は帰らせる。ふむ。この建物の警備員だった。おちきけいごくんと連絡が取れなくなった。おそらく辞めたのだろう。これからは君に頼もうと思っている。この会社は深夜0時以降の残業を禁止するルールがあるらしい。時計と監視モニター、警備内容を確認してから見回りをしてくれ。よろしく。山本マネージャーより。ほう。おそらく辞めたのだろうって。いいんだ、それで。無断で。連絡取れなくなってやめて。
とりあえず1階から順番に目合わせして戸締まりするか。ふむ。わあ、なんかすごい、なんでこんなレンズを通してるかのような視点なんだろう。っていうか、ここに入ってくる瞬間に、人を、懐中電灯持ってんだね。人影あったよね、すでに。もしかして、怖いかも。いないですか？いないですよね。走れないしね、しかも。ずっとこの速度。はっ。怪しい。何も書かれていないホワイトボードの前で。なんだこれ、お通し？違う、ビールか。コーヒーか。何やってんですか？ああ、新人の警備員か。もうそんな時間か。明日にでも俺も部下に押し付けよう。じゃあな。ろくでもねえ。坂東エイリさんみたいな。はい？はい、書いてくださーい。ギルン！はっ！はい、帰ってください。はい、俺も帰りまーす。帰りてー。ほんで？鍵をかける？何の音だよ。さっきから。おい。来たねー。何の音ですかー？わあ、わあ、マウスの可動域が。でもみんなにワイヤレスマウスを配っている。優良企業。スペシャルハイセンシ。ウルトラハイセンシの可能性がある。この会社に入ったら、ウルトラハイセンシにせざるを得ない可能性がある。入ってますか？いない。あ、お邪魔しますよー。いない。何階建てなんだ。これエレベーター。あれ、見回り終わってないのかこれ。何で終わってる判定なんだ。ちょっと仕事内容もう一回見るか。部屋の奥の火災報知器を点検し施錠する。トイレの明かりをする。ああ、トイレの明かりを消すか。トイレの明かりを消す。はい、トイレの明かり。どんなところについてんの。普通ここだろ。で、火災報知器あれか。くれー。異常なし。ほんで、鍵をかける。はい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 。え、これをこのビル全体でやるの？何階建てかによるわ。やる気が。あれもってことか。よし。異常なし。よし。なんかまあよくわかんないけど、光ってるから、問題なし。よし。てててん。これで上行けんのか？こっち。うわぁ。なんか怖え、このエレベーター。でかいな、ほんで。なんか俺がちっちゃいのか？
監視カメラさ、でかく見る。11階？嘘でしょ？いやいやいや、自社ビルなわけがない。うん。多分1階から2階までだろ。うん。11階建てで全部我が社だったらもうすごいことだ、それは。あとほら、オフィス部分少なくない？狭い、狭いわ。狭すぎる。おお、まずいですよ、こんな時間に。すっごい。紙の質感すごいね。何ですか？こっちのセリフ。ああ、あなたってもしかして。ふーん。かっこいいですね。え？いや、まずい。俺には、愛する妻と子供が、連絡先教えてくれなきゃ帰れないです。じゃあいいです。絶対後悔させませんから。連絡無視しないでくださいね。さよなら。あ、ちゅ。え？非常階段から？え？ただいま工事中のため、この階段は利用することができません。え？お客様に関してはエレベーターを利用する。死んだのか、あれ。よし。火をつけて確認してみよう。すごい会社だな。おっと？まったく、テレビのつけっぱな、なんな、近い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 。近いし、ブラウン管だし、何の映像？まだやってんの？ボイス。うぜえ。一緒に残業せい。何の映像マジで。よし、すごい、もう書類が書類書類書類だね。もう令和なのに、やっぱペーパーレス化がね、大事だと思うんですよね。令和なんだから。うん。紙無理。紙や。令和なのに、Windows XP みたいなパソコンだったか、確かに。誰？何の用ですか？すいません。あ、警備員さん。電気消さないでもらえます？私が消しておきますので。いいえ、ダメです。うわ、消せねえ。でもやっぱり本館は警備員だから、出てくるのをちゃんと待っててあげないと。って言うと、まあいろいろとね、まずいのでね。0時まで人残りすぎだろ。こんなもんなのか？先行ってますよー。先行ってますよー。絶対怖がってる今、これ。震えて出てこない。これ本当に何階まで行くのこれ。 3？ 本当に11階までだったらどうしよう。逃げ出したい。圭吾くんは何だったんだろうね。絶対何かに飲み込まれたよね。わ、やべえ。てか、うわー、もうこの会社おもんねー。作りが全く一緒。あれ？どうしました？
ほ？誰かの咳払いの音がする。異常なし。おい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 、何やってるんですか。閉館時間はとうに過ぎてますよ。あれ、マジでずっとゾクッとするわ。明日までにこれやっとけよ。う、なんだその目は。動物の森みたいな人。おい、聞いてんのか？ちょ、音でかっ。え、急に静か。急に静かだ。あれ、人いないのか。鍵閉めたろ。多分まあ人いないからよし。大丈夫大丈夫。一日、お、気のせい。よし。え？もう。なんで消したんですか？電気消さないでって言ったじゃないですか。あれ？あれ？ここの人だっけ？あれ？ 2 階？ 3 階？あれ？え、ちょ、開けれる？これ。あっ。ん？ここもエレベーターなのかな。排水管から上がってきた可能性があるの。怖っ。はい、目をゴシゴシ。もうダメだ。もうあっち側の世界にもう飲み込まれてるんだ俺は。3階だけ二重扉なんだね。安全面を考慮。あれ、まだ？どこだ？これか。てててん。これは仕様なのかわかんないね今の。そういうホラー現象なのか。仕様なのか。おい、やばい。マジで4階。マジで11階あるぞ。大変やな、世の警備員さんは。もう、まったく。総務部に怒られるよ、これ。警備員の仕事じゃないからよし。誰もいませんか。うわー、ちょっとこのエリアクリアきつー。すっすっすっ、散らかってる。エリアクリアむずいわ。うえーし、遮蔽が遮蔽が多いわ。大丈夫ですか？よし。はい、ガッシャン。おい、電気。わ、これね、奥怖いな。次電気がついたときに。なんか出てくる
トイ、もう絶対病んでる。絶対病んでる。変。こんな時間にこんなオフィスで、4階だからね、まずいわ、4階は。触れんとこう。お疲れ様でーす。頼む。鍵閉まってくれ。ふっしー。お疲れ様です。今日もあなたですか。上司から明日の朝までにこの仕事終わらせろと言われているんですよ。こんな量終わるわけないじゃないですか。社会人がこんなに大変なんて思わなかったです。それに定時にはタイムカードを切れと言われているんですよ。納得がいかないですよ。毎日僕は残業頑張っているのを知ってるのはあなただけです。マブだね。俺らもう。あなたに会うと家に帰れるのでちょっと嬉しいです。いや、昨日残りたかったんすけど、警備員さんがうるさくて、っていう風にね。ってことで帰りますね。また明日。おお、ギュルン、あ、びっくりした。もう、うわ、首の振り方、あー、すごい、どうした、え、踊るの今から、踊りそう。みんななんで階段、あー、見える見える、え、ちょっと見える、あ、見える、消えた。テンション高かったな、思ったより。いや、これちょっとマジ総務部交換しないと。いや、お礼の仕事かなそれ。え、いや、あの、すいません、ダメだ、オーバーワークすぎて目の充血がすごい。社畜レベル100の人が仲間になりたそうにこちらを。おー、お疲れ様です。しかも男子トイレか、本当にお疲れ様ですやな。大丈夫ですか。え、これ行かなきゃダメなやつだ。あー、気のせいか。俺の開く力が強すぎて、この後ろの壁にベタってきっついてたらいいのにな。え、ないんだよね。トムとジェリーみたいな感じで。さてと、俺も疲れてるな。交換しないとってどうやって交換するんだ。どっかの蛍光灯をパチってくる。あ、ここかな、これだ。え、蛍光灯ってそこから変えれるんだ。あ、違う、これか。わ、わ、わ。大丈夫、今武器がある俺には。蛍光灯で遊んじゃいけないよ、良い子は。はい、うわ、もうこれは、とんでもない仕事量だ。蛍光灯まで変えさせやがって。ふざけんなよ。おっと？誰だ？女の人だね。はぁ、しよしよしよし。まだ半分いってないの、マジか。あ、もうダメだ。大企業だ、この会社。もう絶対11階まであるわ。うん。うっ！この階はなんか暗いな。電気室を確認しに行こう。電気室？どういうこと？電気室？この階にあるのか？なんでだよ。この階の独立？あ、ヒューズが足りない。
まずい。先に電気をつけよう。いや、先に電気つけ、うわ、もうまた遮蔽が。5階だけすごいな。サーバーとかやってんのかな、この会社は。あ、レバーが動かない。電気は取ってない。原因を探そう。あ、ここもいる。この階すごい。うわ、なんだ、向こう。わ。うわ。うわ。どうあがいても、ホラゲー。あ、ちょ、落ち着くわ。もはやもうトイレが。なんだ？ここもトイレはついてないのか。なんで赤いんですか？ここ。何の部屋ですか？わ？こんなドアは本当はない。まずい。まずい。あれ、おかしいな。こんなところにドアなんかあったかなっつって、なんで行くんだい？ほんで。ば、ダメ。おかしいなぁ。こんな、血みどろの床あったかなっつってな。ふぅ。エリアクリア？待って、これ迷路チックなことある？え？めっちゃ迷路なんだけど、いきなり角待ちはやめてね。え？これ何？マジで。もうちなみに帰れないからね。ちなみにもう俺戻れない。ヒューズある？え？やばい！ガチ迷路だ！これチェイス始まったら投げるわ、このゲーム。ごめんだけど。あ、明るい。急に明るい。おー、おお、なるほどね。拾って、いや、拾ったらまずいんじゃん。拾ったらまずいんじゃん。いや、追っかけられる系ではないと思うんだよね。ダッシュないから。うん。死ぬとかの概念もないと思うんだよね。ただ、帰れるかい？帰れるかな？ちょ、暗いな。暗いな。後ろは振り返らない。うわー！お疲れ様でーす！何にもしてないのに、引くのまずいな。下目に行こう。普通ちょっと進んだらどっか行くとかじゃん。は？わ？は？帰ってこれた。あ、警備員さんが挨拶をしたら返そうね、みんなも。例えば学生さんだったら、用務員さんがいたりしたら。ダメですよ、本当に。うわあ、バックバシャ。ふぅ。こんなところにいたんだ。まだ明かりがついていないみたいだから、レバーを4つ下げてきてもらってもいい？誰？私？もう帰るね。お仕事頑張ってね。
誰なの？こんなところにいたんだって。あなたはエレベーターから帰るの？何なんだこの違いは。自動ドア。おいおい、ラスボスだろ絶対。エレベーターってそんな感じだっけ。いや、この部屋マジで気をつけて、みんないそう。いや、天井とか張り付いてそう。はい、ガッション。はっ、もう赤やめよ。なんで赤いんだよ、ところどころ。あ、結構マジ広いな。っていうか、どういうレバーなんだこれ。これで電気がつくってもう、わけがわからないよ。おお、さっきの人が帰ったか。この階にある監視室で確認するか。サーバーとかじゃないの、ブレーカーやんけ、ただの。こんな大それたブレーカーってこと？まあ時代背景的に多分昭和か平成やもんね。いや、ここのカメラ壊ない？ちゃんとドア閉めよう。そしてまずは社畜くんの様子を見よう。おかげで外帰れるし、全部の責任取ってくれるしね。うわ、でも再やめたらどうする。うわ、困る。そんなことしたらおっさんのこと恨んじゃうかも、なんて。いつの時代も確かに、いつの世も。ほんで、あの瞬間が監視カメラに映った。こんなところで、まさか彼女がもうこの仕事はやめよう。あの瞬間、はて、あ、何？1階2階3階。うわ、まず、やだねー、これ。これ、俺のいる階の目の前になんかいるんじゃないの？いや！あ？あんたの会社警備だったよね。そうそう。まあまあかっこいいから彼氏にしちゃった。でもさ、前その人あいつと付き合ってなかった？うん、みんな知ってるよね、あのパワハラ以外は。つまり略奪っていうこと？言い方悪いなー。まあでも寝とったって感じ。マジでよくやるな。でもあいつなんかより私の方が魅力的なんだから仕方なかったんじゃん。ほんと悪い女だよね。女は怖くはモテるんだよーん。え、急にバイオハザード？何やってんだ？あっかん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 、あんかんかん、なんだ？あ、愚直愚直、あ、は、いや、なに？これ止まってる？これ俺の部屋の前か、これ。おっと、でっかい、でっかい、おっきい、あ、おっきい、おっきい、でっかい、で、出れんの？ナイフカット、いない、よし。続きは見れるんだ。あ、ないなってるわ。3階と6階が使えなくなってるよ。
え、つまり、なんだ？あ、なんだ？赤マムシ。あ、血の足跡だ。いませんか？はい。それでもなお仕事を遂行する警備員の鏡。いませんか？よいしょ。うわ、ここから来てるみたいな感じになってるわ、さっきの。かやかてる。誰かやってくれたんか。よし。よいしょ。ふぅ。弊社は6階までですからね。もうちょっとで今日のお勤めも終わるぞって。よし。6階。え？なんか今自動販売機倒れてた？え？ふぅ、ふぅ、ん？いや、開閉。なんだあれは。あ、閉まってく。もう一回見よう。いるな。もうここで永住するしかなかったわ。まあ、広い。寝れるわ、別に。2畳。2畳あれば、まあ、人は暮らせる。掃除のおばさんの可能性ないか、これ。もうこんな汚してみたいな。足たくましすぎる。足がたくましすぎる。え、本当に掃除のおばさんなんじゃないこれ。え、本当に掃除のおばさんだな、これ。え、本当に掃除のおばさんだ。めっちゃ嫌そうに仕事してる。うわーみたいな。めっちゃ嫌そうに仕事してる。ひどくない？これ、会社、これ結婚だよね、一応。特殊清掃員の業務まで請け負ってんのが、おばちゃんは。とんでもない会社だな、これ。おー。なんだ？レクリエーションでもあったんか？あ、すごいすごい。こんにちは。閉館の時間です。誰かいますか？いない。よし。え？ちょ、もう一回つけて。安心感のある音だったのに。これか？ああ、よしよしよし。よし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 。ふざけやがって。許可なく音を鳴りやますな。持ってかない？これ、もはや。持っていきたいまである。何があったんだろう、つってね。え？おばちゃん？ここも汚れてるからね、これ。おばちゃん？次終わったらそこね。うん。鍵はかけとくから。鍵、え？何ですか？あんたも仕事しなさーい。え？何？誘ってる？え？誘惑されてる？ BGM のせいでエロいわ。なんか、この立ち方といい、ずっと口も開いてて。うわ、光の当たり方が、ちょっと、可愛く見えてきたわ。なんか、うわ、
白飛びで可愛く見えてきたわ。うわあ、ちょ、まずいまずいまずい。吊り橋効果だろ、こんなん。もうやめよう。本館は今仕事中なり。うん。ん？あ、これはもういけないのか。じゃあまたね。連絡先は交換しよう。うん。うわ、これどうしよう。急に走ってきたらめっちゃ怖いんだけど。大丈夫？じゃあね。てか7階まであんの、マジか。もっと上あるやんけ。これは会社ではない。間違えました。これは会社ではない。え？スイッチがない。どこかにあるかも探してみよう。やバカ、どこかにあったからといってはめ込んだら動くんか、エレベーターが。バカか。35歳にもなってこの野郎。え？え？アート？ん？人間？これ、そういうアートか人間か、どっちだ。え、しかもなんか指名手配みたいな。ここは何のフロアなんだ、マジで。うわー、リョキは？人じゃないのか。こわー。何人形？人、レトロ人形。人形だったのか。なんで？何の足音？次にあの人形が背後に来る可能性がある。いやー、なんでこんなゾクゾクできるんだ。なんでなの？なんでレトロ人形が？あれ？ここはどこじゃ？え、トイレきれい。トイレの中にないか。ボタンを探す。あ、消さなきゃ。ダメみたい。ボタンを探してんだよね。ここ女子トイレ？電気。あ、え？なんでもない。んな、なんでもないよ、別に。ふっ！は？わ？わ？あ？あった！なんで？なんであるの？しかも。え、まだ降りないがある。あったからといって何なんだ？本当に。降りる。あったからどうすんだよ。やばい、絶対人形の配置変わってる。いや、もうこっちがエレベーターだもんね。人形？いるわ。これも普通にエレベーター行っていいのか？下のボタンだけあればいいんだよな。上なんだよね、これね。ダメなんだ。しかも。え？何？これまさかあと3つ探すみたいなことある？で、車椅子用のボタンも探さないとダメかな。配慮か。さすがに。さすがに配慮か、それは。あ、これもうこれ全部上がれんのか。全部上がれるんだ。おー、え？
ん？ふむ。ああ、なんだ。気のせいか。よっこいしょ。ああ。下を見るのが一番怖い。あと一個？わ、じゃあここ、こいつの脚立ってことか。わ、登ったらこいつがギュルンって来そうじゃね？はっ！はっはっはっ！ふっ！ふっ！ちょ、待って、下から確認。おー、こんにちはまあそうだよね。予想通り肩車させてくれてたわ今のは。さすがに。で、ちょっと待って、本当にクリアリングだけは。いやマジ、ボタンをはめたところで、いやー、ちょっと早く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 、ゴゴ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 ゴ、もう、いやなあ、もう大企業、うわあ急にぬるっと動くやん。急に？あ、はい。事件、事故、労災。いや、バカか。放棄しろ、今すぐ。は？こらー、誰ですか？ごめん、寄せた。なんだ、猫か。やべえ、ちょっと長え、長いわ。あ、マジでうざい。真面目くんがよ、こういうやつが早死にすんだよなあ。何が異常なしだよ、もう。本当に嫌。どう見ても使われてないでしょ、ここ。異常あるだろ、どう見ても。はい、よしよしよし、はい、よしよしよし。よしよし、はい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 、はい、よっこいしょっと。ほんで、そろそろトイレ行きそうだな。そろそろトイレ行きそうだな。閉めた瞬間バンみたいなね。ここから閉める必要ある？トイレってなんでここ開いてんだ。てか、いっしー、20、何もできなかったのは私のせいじゃない。死んだあいつが、あいつのせいでみんないなくなった。やばい、待って、飛びかかってこないでな、これ。この後大丈夫？私は何も悪くない。悪いのは全部あいつだ。いやー、いや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 、ここはどこ？ちょ、パパ、ど、ここはどこ？はい、たす、た、電気、ちょ、マジで無理だ。何？覗くの？覗い、大丈夫？セクハラ？うわー！
はい、まず脱出経路を踏み、うわー、え、ちょ、バグってる、ちょ、ちょ、ちょ、バグっちゃった、え、ちょ、バグっちゃった、え、ちょ、どうしよう、バグっちゃった、はいはいはい、本館本館、ふぅ、ふぅ、バグ助かる、はい、テコリン、バグのおかげで、あ、ゲームだって思える、本当にありがとう。え、あと今何回 ?8 回、え、もう多い多い、まだあと3個もある、何ですか、あ、なんか回ってる、ちょ、マジで疑問持ってくれ、俺はちょっともう一回、ちょ、おばさんと一緒に行かないか、掃除も必要だよね、正直、いやー、ちょっと待って、俺怖いわー今日ー、うわー、なんだポルターガイストか、ごめんなさい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 、ごめんなさい、ごめん、本当に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 お邪魔しました、本当に、はい、よし、異常なし、やめて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 、どうする、どこがいい、入りたい、こっちから行こう、よし、人じゃない可能性の方が高い、マネキンであること祈ろう、あー、もうほんと嫌いシステム、人っていう認識をさせてくるこいつが、いや寝てるんじゃない、疲れて、0時でだって0時だもん、しょうがない、もう目を開けて寝てんだよ。そういう癖の人もいるだろ。急にうつ伏せ。あ、なんかロボットダンス始めそう。ああ、よかった、生きてた。ん?うわ、寝ちまったよ。もうこんな時間か。やばすぎやろ、こいつ。目キラッキラやね。生きる希望に満ち溢れてる。さっきからなんだよ、お前。うざ。何度も何度も来やがって。え?起きるたびにいるじゃねえか。え、どういうこと?もしかしてここにずっといるのか?まあいいや、俺っちの上司知らねえか。うわぁ。関わりたくねえ。もう帰ったのか?あのパワハラ野郎、みんなが帰るまで帰らねえって言ってたのによ。もう俺っちも帰るわ。キャラが、うわ、ちょ、頼む、行ってくれ、え、何マジで、もともとこんな感じなの、え、9階から階段、待って、こいつがいる隙にこっちのエリアクリアをしよう、安心感があるかもしれん、はい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 、よし、これも触れるの、触れない、よし、異常なし、よいしょ、ふう、いいよ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 。まあ、生きてる人がいるっていうだけで、だいぶ安らぐ。あれ、俺トイレ行ったっけ?行ったな。なれ、音。よし。いや、もうさっきトイレのホラーがあったから、ここはないはず。ない。ない。んー。ない。え、テコロロリンは?
あ、いける？これ青くなってたらいけるっけ？この階のスイッチは使えないみたいな非常口でイベント。なんで止まれんだよ、じゃあ。なんで止まれるわけ、じゃあ、エレベーター。わっ、あ、こんなところ。あ、もうダメだ。構造が変、この会社は。ちょ、前を向くな。何の空間？いや、ちょ、あ、もうどうしよう。何の、本当に、趣味か、社長の。は？え、資源爆弾？あ、天井綺麗。言ってよ、先に。え、資源爆弾？ポチ。え、会社を爆発みたいな。え、何これ。ほ？え？道が変わってる？道が変わってるわ。わけがわからん。あ、ファーやめて。ちょ、ファーやめて。ファーやめて。ちょ、ファーやめて。なー、なんだー。はい、せーの。ちょ、いや、ループ入ったー。大丈夫、こき落とし。ちょ、天井見よう。明るい、いやー！ちょ、くー！ちょうど顔。ちょうど顔？え？大丈夫、そんなん、パンパン！あ、お疲れ様です。これはどうする？横を通っていくか。消えてろ。よし。本当ひどい会社ですよね。ああ、おお、え、すごい。マイケル？マイコ？マイコだった？はあ、なんかよく考えたらいいやつなんじゃないか？あいつは。これも下下がれないんだよね。ふう。なんでやねん。本当になんでやねん。わっ。いや、そろそろさ、あ、もうバカ、もうほ、うぜえ、こいつが怖いわ、もはや主人公。本当にうざい。よーし、
お父さん行っちゃうぞ。行くぞ。娘の誕生日なんだ今日は。よし。無事に帰るんだ。この鏡と電気のスイッチだけ綺麗なのが救い。今日の見回りが終わったら娘とケーキを食べるんだ。まあでもただ全てが逆なだけで特に何もない。うん、上下が反転しているだけでおかしいことはない。はい、はい、ナイスナイスナイス。テコリン、いやそろそろねエレベーターからなんか来ると思うんだよ。はっ、そろそろあると思うんだよね。エレベーターから、エレベーターからの脅かしが来ると思うんだよね。そろそろ、よし。いや待てよ待てよ待てよ。あ、ラストだよ、ファイトだよ。開けた瞬間か、ここか、こいつか、こいつからニョキってくる、来ない。何が起きた。瞬きをした瞬間、あ、ハイタワー2000になっちゃう。ちょ待って、まずい。いや、なんだ、シリキュートンド。いやいやいや、地獄に落ち。ロー、怖すぎる。わ、お前のせいだ、お前のせいだ、逃がさない、恨んでやる、消えろ、死ね。え、向こうなんだ、裏切り者、許さない。これど、だ、あ、テレビか、あ、なんだ、いや人の顔がある、テレビに人の顔がある。え、怖すぎない？ズームか？テレビ電話か？どこに行くの？いや無理かも。動ける、うわあまだか、あ、なんで？終わってもいい。あ、すごい濃くなってく。もう終わってもいい。もう終わってもいいな。もう結構驚いたわ。もう結構驚いたわ。は？え、もう良くない？もういいな。何をすんの？見回れ？いや。何？あ、血で汚れた蓋。この蓋の汚れどうにかしたら取れそう。なんで？時計だ。え、なんか急に謎解きみたいなこと始まってる？あ、よし、できない。
なんでそんなことをするんだ？おばちゃんを召喚するのか？あ、テレビある。え？え？うわー、な、これ、いや、なんかこれ召喚しそうだな、儀式で。これテレビに触れたら多分進むんだよ。あ、これで綺麗にする。蓋についてる血を流した。二本の線書いてある。これで戻すのか、さっきの時計に。おー、9時半。9時半でいいのこれ。なんかゼロみたいなの書いてあるけど、これで9時半で、さっきのダイヤル、ダイヤルで9時半ってどういうことだ。あ、6 60。お、ビデオテープを手に入れた。あ、これを入れんのか。おーっと、ケーブルがない。ケーブル？これコピー機からぶち切るとか。足跡ある。お、チャリウェイ、あったー。ちょっとお邪魔しました。来たー。いや、いや、やだー。マジでトイレ行きたい。いやー、いやー、うー、あ、動ける？動けないよね。いや、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 よ、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 はっ、はっ、はっ、せーの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 、なんだ、救急車、なんか喋ってる。いえ、よ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 いしょ、よ、あ、トイレ、トイレ、動けないよね、動けないよね、動けない、動けない、動けない、よしよしよし、動けないのが助かる。は？いいよ、いいよ、いいよ。来るなら早くして。来るなら早くして。来るなら早くして。あ、もう見れない。長い長い長い。な、な、な、あ、さっきの人だこれ。愛してる。おい、終わんないじゃん。もうここにはいられない。何お前急に正気に戻ってんの？真面目やろう。早く帰ろう。ちょ、あれやめてな、チェイスは。チェイスはやめてな。あ、ロッカーなくなってる。愛して。愛して。愛して、あー。し、なに？いやー、チェイスじゃーん、チェイスじゃーん。結局はあれ、まずい、俺あっちだったか、これ。いやー
は？死んだ？わ、死んだ？あ、ぐちょ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 。なに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 ？なに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 ？なに？は？あー！終わった？終わったのか？バット？いやー、ということで皆さんいかがでしたかね、これね。いやー、いつもいつもチラズアート、ほんといい作品で面白いなー。うん。助かる。いつも。ん？警備員35、1日目。ん？ん？いや、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 なに、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 おちき警護だ。10月 22？ 昨日だ、昨日。エンディング1。どういうこと？ちょっと待って、これ続きからが、どこからかが問題ね。はっ。おー。ほー、これこっちから出たらどうなんだ？いるの？開かないんだよね。せーの、ドン！ドンドンドン、ドンキー、ドンキーホーテー！うぅー！いつでも完全激安ジャングル、なんだこれ、やっべ、ちょっと待っ、なんかあった。ちょ待って、やばい、これどうする、なんだ今の。子供の絵、子供の絵に、は？誕生日かと思ったけど違うのか。同じ数字押せないってこと？ちょ待って、マジで一回押したらもうダメなのか。これキャンセルできないの？キャンセルできないんだよね。あ、これか、 C、 今日の日付か。1023か。1023。うわー、チカ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 チ。は？え？です。え？何がダメだった？オーマイガー、近いかもです。え、追いつかれたんか今。追いつかれの描写なんもないんかい。1023。え？何が起きた今。1023にした後にどっか行くのか。あ、待って、これエレベーター、これ開かなかったら、おー、ほ
やったか？やったか？あ？え？見知らぬ天井。うわ、だ、子供であれよ。こ、おお、びっくりした。よお、おお、わん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 、まあ、あなた。誰かしら、この人に。運ばれたのか、病院に。え？ちょっと気まずいって。不倫？あー、落ち着いて聞いてください。あなたが眠っていた間に、え、何の、何だったんだ今の人は。ストーリーがあんま分かんないな。あのケイゴくんと赤い女の人が付き合ってて、で、なんか寝とったみたいな人だよね。で、あの女の人は生きてた時の姿ってことかな。まあ、ストーリーがよくわかんないのは、この方の作品にはよくあることだからな。うわぁ、でもなんか今作、ちょっとあれやわ。来たわ。ゾクッと。ちゃんとしたなんか王道ホラー。一番怖かったかもな、チラズアートで。いや、でも、銭湯といい勝負かな。銭湯は、あれはあれでやっぱ、ちゃんとチェイス怖いから、こっちはなんか、もう、ゾクゾクっと来る感じだったな。ああ、ありがとうございました。二度とやりたくない。